斉藤と私がね買ってしまいましたね。スカーレットです。ポケットモンスターのスカーレット。もう一つはそのブルー系のやつがあるんですが、前作のまあポケモンのやつもですね、2種類ぐらいあったの。で、主な違いはちょっと忘れちゃいましたけど、わずかな違いしかないんですよ。これは確かポケモンが、最初に使えるのがちょっと違うのかなという話を聞いたんだけど、もし間違ったら申し訳ないんですけどね。なんか細かい違いがあるんですよ。でも基本的に同じです。確かもう一つのやつもこっちのやつも同じです。内容はね。ですからまあそのどれを最初に楽しむかってですね。前作のポケモンのやつも確かポケモンにするのが最初ちょっと違うんだよね。あの、二つあって。で、それどちらかを買うと主人公に使えるポケモンっていうのがちょっと違ってくるんですけどね。ただまたこのスカーレットっていうのはどういう内容かというと、まだこれもやったことはないんですが、広大な世界で新たなポケモンと出会うということで、前のポケモンのやつは通信対戦だと、あくまでも通信で対決をするという、バトルをするっていうことしかできなかったんだけども、これだと一緒にその冒険をしたりとか、一緒にこうストーリーを楽しめたりするらしいんですね。で、オープンワールドで豊かに表現された世界を、まあ、このようにね、自由に、冒険して、マルチプレイで仲間と宝探しに出かけよう。一緒にフィールドを冒険して、協力して、バトルするということもできる。だからここにこう書いてあるの、一緒に冒険ができるんですね。前作のやつは、一緒に、まあ、あれ、一緒にできなかったんですよね。ネット通信ができるよっていうのがあっても、あくまでもその、バトルをするという時だけなんです。一緒に行動できたらいいのになと思って、それができないので、まあそういう悔しさっていうのがありましたけどね。ただこのスイッチの、ものですと、このスカーレットのやつとか、もう一つのやつは、一緒に冒険ができちゃう。まあ、昔の時代からだったらね、ちょっと考えられないかもしれないけど、昔の時代、例えば、ファミコンが流行った時代とか、64が出てきた頃のような時代っていうのは、主に一人の家庭ゲームだから、ね、一人でプレイして、で、そして、まあ友達を呼んできて、一緒に対戦できるよっていう、その程度のものだった。ところがネット通信というのが発達してからは、遠くの人ともネットで対戦できるよっていうのは、そういう今のゲームっていうのはさらにそれを超えて、なんていうのかな、一緒に冒険とかストーリーを楽しめるよっていうところまでなってきたんですね。だそういう風にやっぱ変わってきてるから、まあ何も任天堂のスイッチだけじゃなくて、プレイステーションなんかもそうなってきてますね。だからまあそういうところがいいね。ただやっぱりね、プレステとね、スイッチを比べて、やっぱりスイッチにはかなわないね。今、プレステはちょっとソニーも落ち目になってきてるから、やっぱりそれはなんていうのかな、まあ、銃撃戦ゲームがあまりにもひどいってこともあるし、なんていうんだろう。あまりそのなんかみんなが楽しめるっていう意味じゃないんだよね、プレステが。どっちかというと、なんか、ひどい話なんだけど、もういじめの巣窟みたいな、そんなようなところがソニーが加担してるようなところがあるから、だから、廃れるんですよ、ソニーが。だから、それがソニーのいけないところだなと思うんですね。こういうふうに逆にポケモンみたいに、ね、バトルもできるけど、バトルばっかりするんじゃなくて、一緒に冒険ができるよとか、例えば動物の森だったら一緒の部屋を、今日、なんていうの、見に行ったりすることできるよとか、そういったところがね、いいなって思うんですね。だから、なんていうの、まあ、動物の森もね、あればちょっともうちょっと改善していただいて、その一緒に冒険ができるとか、あれ、そういうことができないらしいんだよね。一緒になんか冒険というか家を作ったりとか、中のものを一緒に生活するとかね。そういうふうにしてほしいなと思うんだけど、これはあの一緒に冒険するやつなんでできるということ。ただ最初からなんかできるわけじゃない。ある程度進めるとできるという感じなんですね。だからまあそれが今までのポケモンと違うと。確かにポケモンがまだゲームボーイと言われてたこの時代の頃は、あれは唯一その家庭用で持ち運びができるやつで、で、通信対戦が確かできるよって話になったんかな。があって、で、友達とバトルしたい時にバトルできるよということが、まあ長年の売りだったんだけど、それを大きく、このポケットモンスター、スカーレットっていう、はじめもう一つのやつはじめ、大きく変わったんです。いろんなポケモンたちと、出会うことはもちろん、一緒に他のプレイヤーが一緒にストーリーを楽しめるっていうことね。まあ中には違うポケモンのやつ、中には全く完全にもポケモンの世界で、そこには人間というものが存在してなくて、もうポケモンだけの、
まあ、なんていうのかな、世界っていうのが。だからほら、ファイナルファンタジーでいうところのチョコボの大冒険みたいな感じ。だからああいうふうなのもあるんですが、まあ、このポケットモンスタースカーレット、まあ、私はね、どっちかというとそのマネージャーの方と比べればまだね、本当にまあ初心者ですけども、でもまあ楽しめる内容にはなっているかなということですね。というわけで、これも楽しみでございます。どうもありがとうございます。